メッケスハイムはドイツビュルテンベルク州ラインネッカー軍に属す町村。メッケスハイムはラインネッカー大都市圏の一角をなす。この町はハイデルベルクの南東約 20km 暗い日がう地方のエルゼンツ川沿いに位置する。エルゼンツ川にはロップバッハ川、シュバルツバッハ川、ロールベヒレ川が流れ込む。町域は 標高135メートルから258メートルに位置する。境を接する市町村は、北から時計回りに、マウアー、ビーゼンバッフロップバッフシュペヒバッフエッシェルブロン、ツーツェンハウゼン、ディールハイム、ビースロフホである。クビウのメッテスハイム地区のほか、メンヒツェル地区がこの町に属す。西部の小集落メッテスハイマーホーフは、1964年の 高知整理によって成立した。メッケスハイムは772年及び822年のロルシュ文書中にメキネスハイムとして初めて記録されており、おそらくフランク人入植地であると考えられている。名前は部族名の名金に由来する。集落の東部に位置するマルティンス教会の遺構は、この地域で最も古い教区教会で、 おそらく6世紀あるいは7世紀のフランク人入植地時代のものである。この村は1325年に帝国霊園としてバインスベルク家の所領となり1330年にプファルツ選定公領となった。1295年からこの村にメッケスハイマーゼントの法廷が置かれたことが証明されている。しかしプファルツ選定公は この裁判所を早くも1346年にはネッカー・ゲミュントへ移している。30年戦争ではこの村は何度も戦場となった。戦争の終わりには100軒以上の家屋が瓦礫と化した。1689年8月10日にはエゼケルでメロックの軍によって焼き打ちされた。1722年の大火では92棟の建物が再び怪人に返した。 1803年にこの村は、バーデン大公領に移され、そこではまずネッカー・ゲミウント管区に置かれた。1857年にこの管区は廃止され、ベツイルクスアムとエーバーバッハに編入され、1863年に、オーバーアムとハイデルベルクの管理下に入った。政治的には、第一次世界大戦前には、国家主義的自由主義が勢力を持ったが、バイマル共和制初期までに、 社会主義者に凌駕された。1930年から NSTP が第一党となり、1933年には70%の票を獲得した。第二次世界大戦後、この町は500人の難民を受け入れた。1938年からメッケスハイムはハイデルベルク軍に所属し、1973年にラインネッカー軍に改組された。 1973年12月31日にメンキツェルが合併した。メッケスハイムのカトリック信者の比率は、プファルツ選定綱領の中でも少ない方であったが、1925年までの間にゆっくりと増加してゆき、23%ほどになった。第二次世界大戦後の難民受け入れでこの比率は、約1、3にまで増加した。1700年頃から、 メッケスハイムにユダヤ人が定住し始めた。1875年にはユダヤ人の比率はピークの5%となった。その後移住が始まった。1940年には5人のユダヤ人がグアの収容所に送られた。メッケスハイムの町役場メッケスハイムの議会は5年ごとの直接選挙で選出される18人の議員からなる。これに主張が 議長として加わる。メンヒツェル地区には地区議会が存在する。図柄基部から上部に尾を引く三角図形で左右に分割。三角図形の中には青い波帯とそこから、上部半分だけがせり上がった六本スポークの黒い水車の輪。向かって、左は黒地に、左向きの黄金の獅子。向かって、右は、青と銀の斜め押し模様。この紋章は、 18世紀に作成され、1900年に認可されている。獅子と青銀の斜め講子は、1802年までメッケスハイムを支配したプファルツ選定校の紋章に由来する。川からせり上がる水車はメッケスハイム町内に数多くあった水車を示している。現在では、ロップバッハ川とエルゼンツ川に2機の古い水車が保存されている。旗は 青から白から青である。マルティン協会の移行メッケスハイム駅はエルゼンツタール鉄道の駅である。この駅からはアグラスターハウゼンへ向かうシュバルツバッハタール鉄道が分岐している。両路線は2009年までに電化されラインネッカー S バーン網に組み込まれる予定である。これによりハイデルベルクやマンハイムに乗り換えなしでアクセスできるようになる。メッケスハイムは ラインネッカ交通連盟のサービス提供地区に含まれる。四川のビースロッホ・メッケスハイム、バルト・アンゲルロッホ線も歴史的に注目すべき路線である。この路線はメッケスハイムからシャットハウゼン、バイアータール、ホレンベルク、ディールハイム、アルトビースロッホ、ビースロッホシュタットを経由してビースロッホ・バルドルフ駅までを結んでいた。この路線は1901年に開通したが、 1922年には、すでにシャットハウゼン・メッケスハイム間が廃止された。こうした鉄道の乗り換え点にあたる機能により、メッケスハイムは、第二次世界大戦間から、すでに、農業から、工業立地の入植地に転換していった。メッケスハイムは、連邦道 B45 号線沿いに位置する。通貨交通量の増大に伴う1961年から1962年の、 拡張工事で、この町を通り抜けるバイパス道路が完成した。南側をアウトバーン A6 号線が走っている。これらの文献は、翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。